こんばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、エボンビーオリジナルのシルクシャツを着まして、イーバイスの505を履いたスタイリングになっております。今回簡単に告知をさせていただきます。私が行っておりますツイッターがございます。まあちょっと最近サボり気味になってるんですけども、できるだけこう投稿していきたいなと思っておりますので、ぜひチェックをしていただければと思います。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、多分業界的には少し遅いのかもしれないんですけども、私の中でちょっと遅れてやってきた定番シューズのお話をさせていただきたいなと思います。業界的に早いのか遅いのかもちょっとわからないですし、なんともそういうのはあまり意識したことないのでちょっとわからないんですけども、ようやく自分が手に入れた、ずっといいなと思っていて、ようやく手に入れた靴を今回2足ご紹介させていただきたいと思います。1足はロンドンに買い付けに行った時に、たまたま自分のサイズが見つかったので購入をしたものと、もう1足は、そのロンドンに行く前に、ディーラーの方から紹介を受けて買わせていただいた、ずっと探してるんですってディーラーの人に言っていたら、出ましたよって言って教えてくれて、買わせていただいた靴になりますので、ぜひ最後まで見ていただいて、参考にしていただければと思います。まず一つ目がこちらになります。オールデン、フルストラップローファーですね。品番でいうと683ですかね。ちょっと僕この品オールデンの品番って皆さんよく覚えてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけど、私はもう全く覚えてなくて、他の持ってるモデルも品番が何なのか全然わかんないんですけど、一応683ですね。でサイズが7、ウィズが A というアイテムです。これ以前久しぶりに買ったもの動画でもご紹介をさせていただいたアイテムですね。オールデンの683です。フルストラップローファー、これはボンビューでも何足か仕入れを実は今までしてきていて、入れるたびに結構早いタイミングで売れていました。かっこいい靴だなってずっと思ってたんですけども、やっぱりサイズがなかなかないんです。で私は普段6もしくは5ハーフの靴を履いていて、これは7なんですけども、ウィズが A のウィズってなんだよって思ったんですけども、A ウィズなんです。めちゃくちゃ細い。今もディーラーの方にいろいろ探してもらってはいるんですが、トリプル A があったりするんですよ。なんでこれ A なんですけども、トリプル A のウィズめちゃくちゃ細いみたいなウィズがあったりもするぐらい、結構細いラストも存在をしています。で、私の場合7の A で、普段5ハーフか6を履いてるんですけども、びっくりするぐらいジャストでした。これはもうシンデレラフィットってまさにこういうことなんだなっていうぐらいジャストで、これツイッターでもこれつぶやいたと思うんですけども、まだ、手にして1ヶ月2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、これはですね、私のローファー歴、世の中的にいいと言われているローファーを試してきたんですけども、多分自分の中では1位もしくは2位、ちょっと改めて考えないと分かんないですけども、1位か2位になりますね。それぐらいいいです。何がいいかというと、これ見ていただいたら分かると思うんですけども、履き口が広いんですよね。ここが短くて足が収まる部分、ホールドされる部分が短くて履き口が広い。なのでローファーって怠け者って言われたりするように、脱ぎ履きがしやすいように紐がないんですけども、その脱ぎ履きがまずすごくしやすい。ただそこは別にそんなにメリットだとは感じていないんですが、履き口が広いっていうことは、基本的にはここのホールドがめちゃくちゃ弱いので、このかかとがすごく抜けやすい靴になってしまうんですけども、これがですね、この A ウィズのメリットだと思うんですが、ここがやっぱりフルストラップで収まるこの部分が結構キュッと締まるんですよね。要は親指の付け根の部分と小指の付け根よりちょっと足首寄りの部分、要は足の幅の一番広いところっていうのが、このフルストラップの部分でがっしりホールドされて、しかもそれが痛いわけではないんですよ。気持ちいいホールド感なんで、1日履いてても全然痛くなるホールド感じゃなくて、気持ちいいホールド感なんです。で朝足を入れた時にクッとホールドされて、これずっと履いてるともしかしたら夜痛くなるかなって
思うんですけども、気づけばそれが全然こう痛くなくなって夜まで大丈夫。そしてここちゃんとホールドしてるので、普通に歩いてるだけではこうかかとが全く抜けないんですよね。こう意識してかかとを抜こうとすると抜けるんです。何も意識せずに普通に歩いてるだけだと全くかかとが抜けない。これはすごい名作だなと思って、今また改めて頑張って仕入れができないか頑張って調べてもらってるんですけども、これがまたなかなか見つからないんですよね。なんで、まあ、見つかった際にはぜひ買っていただきたいですね。いろんなところで多分出てるんだと思うんですよね。それこそメルカリとかヤフオクみたいなところでも出品されてたりするんだと思うんですけども、水が結構違うので、まあ、A とか B とかになってくると全然フィット感変わるので、通販で買うっていうのは結構リスキーだと思うので、まあ、できればこう試着をして買っていただきたいんですが、これはまあぜひこうゲットしていただきたい靴ですね。最近も自分のローファーの中でクリスグレー上位に来ましたね。急にドンと1、2位ぐらいまでこうグーンと来たんで、ちょっと自分でも驚いてるんですけど、本当に今気に入っているローファーの一つになります。でもう一つが、まあ、こちらになりますね。チャーチ、これはジェイソンっていうモデルなんですかね。なんかネットで調べるとジェイソンっていう名前が出てきたんですけども、まあ、ちょっとその辺はよく知らないんですが、チャーチです。いわゆるスリッパですね。かかと付きのスリッパ、こういう感じです。なんか簡単な作りそうだなっていう感じですし、ライニングもキャンバスが貼られてたりして、革ではないんですよね。内側もこういうキャンバス見えますかね。こういう風に、まあ、赤っぽいキャンバスで内側貼られていて、室内履きなんです。なんですが、これをイギリスのファクトリーショップ、ノーザンプトンにあるファクトリーショップでたまたまあってサイズが買ったんですが、これはちょっとこう初めは何でしょうね、こう軽い気持ちでスリッパみたいにして履けばいいかなと思って買ったんです。でまあ何回か履いたんですが、正直痛いんです。自分の足には全く合わなくて、この部分、この履き口のこの部分が結構浅いので、で低いんです。まあ当然脱ぎにくくするように低くしてるんだと思うんですけども、足にめちゃくちゃ食い込むんですよね。なんで、まあ、頑張れば1日履けるんですけども、結構こう靴を脱ぐともうそこがこう鬱血しててこうへこんでるんです。皮膚がもうかわいそうな状態になるんですけども、まあでもこう靴ずれで血が出るみたいな感じではなくて、こう圧迫されすぎて足がへこんでるっていう形になるんですが、これがそこを除けばめちゃくちゃ履きやすいんです。これもだからいいなと思って最近結構手に取っています。でこれも抜ける部分がすごく多いんですよね。要はこの部分が結構こうグッと削られてるので、ここまで結構足が見える、ここまで足が見える靴ってなかなかないぞと、要はサンダルぐらいしかないなみたいなところもあって、でもサンダルよりも全然歩きやすくて、なんかこの感じもいいなと。あとはこれさっきのオールデンもそうなんですけども、履き口が広いんです。なのでこの履き口が広いっていうのももう一つポイントで、ここ最近こうパンツってちょっとこう太くなったと思うんです。裾幅特に20センチとか21センチぐらい、まあ5、6年、7、8年前ぐらいまでは裾幅15とか16とかって言ってた時代から、まあ5、6センチ裾幅、パンツの裾幅広くなったんですけども、そういうこうちょっと裾幅の広いパンツ、まあ例えばリーバイスの517のこうフレアしてるとかもそうなんですけども、要は裾幅だけを見た時にこう太いパンツ、裾幅が広いパンツっていうのはこう履き口が広い靴の方がやっぱり相性がいいんですよね。こう収まりがいいというか、なんかそうなった時にこうとてもこういう靴のバランスが良くて、でちょうどいいこう抜け感があったり、あとはこうちょっとソックス見せたいなみたいな時もやっぱり履き口が広いとソックスが見えやすくなったりするので、なんかそのあたりも含めてこのオールデンとこのチャーチの2足っていうのは、まあこの夏購入した2つになるんですけども、まあこの春夏ですかに購入した2つになるんですが、まあとてもこう活躍していますね、自分の中で。本当にいい靴をゲットできたなと、たまたまなんですけどもゲットできてよかったなと思っておりますし、もうただこれは今だけのことではなくて、多分まあ私はあまり靴はあんまりこうトレンド性を感じるものとかって買わないようにしていて、まあできるだけ、まあ、自分のワードローブの中で定番として使えるものだけを履いていきたいなと思っているので、今に限ったことではなくて、まあこれから先長い年月ずっとこう相棒として
活躍するんだろうなと思うと、まあ、今からちょっとこう愛らしくなってきますし、まあ、今後もちょっとこうスタイリングなんかも楽しみに見ていただければなと思っております。なかなか面白い靴になりますね。サイズが6というサイズですね。60です。はい、ちなみにこれ4都市です。なんか古い、ちょっと古いやつがありましたね。はい、今回は以上になります。またなんかこうピンポイントで私が注目してるアイテムとかいいものが紹介できそうなタイミングで撮影同じようにさせていただきたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。